犬山を流れる木曽川の上流にクリスというところがある。ずっと昔から人が住まい、現在も豊かな自然が残るところである。これはそんなクリスの里に伝わるお話である。神代湯には、おとみという美しい一人娘がおりました。両親に可愛がられ、おとみは本当に幸せな毎日を過ごしておりました。ところが、ある日、おとみの母親は何者かに殺されてしまったのです。神代湯もおとみも、それは悲しみ、涙に。でも、こんなことではいけないと思った神太夫は、新しい妻をめとりました。おとみや、新しいお母さんが仲良くやっておくれ。おとみも新しい母親ができ、少しは悲しみもない、仲良く暮らしておりました。しかし、悲しいことに、しばらくすると父親の神太夫も亡くなってしまいました。おとみ、お前は何というグズなんだい。さっさと掃除しな。私は出かけるからね。帰るまでに終わっていなけりゃ承知しないよ。神太夫が亡くなってからというもの、ママ母は日に日におとみにつらく当たるようになっていきました。つらく当たられるたびに、おとみの美しい顔には涙が幾筋も流れ止まりませんでした。意地悪なママ母は外出してばかりなので、もう名主の頃の勢いは全くなくなってしまいました。そしてとうとうおとみは鵜沼村の畑屋へ奉公に出されてしまいました。お父さん、お母さん、おとみは負けません。私をずっと見守ってください。お墓の前で手を合わせ、両親に挨拶を済ませると、鵜沼村の畑へ泣く泣く連れられて行きました。旗織り場では一生懸命に働き、旗織りをするときに歌う旗織り歌も覚え、美しい声で歌っていました。おい、聞いたか。旗織場に大層美しい娘がいるそうだな。ああ、おとみさんとかいう子だろ。美しいだけじゃなくて、歌もうまいと聞いたぞ。聞いてみたいものだな。
そんな噂をしていたのは沼村の若者たちばかりではありません。近くの村々からもおとみの旗織り歌を聞きに若者たちが集まってくるほどでした。美しい歌声のおとみの評判はますます広がっていき、集まってくる若者も日に日に増えていきました。その若者たちの中に内田の渡し場の先導をしているよそ松がいました。力強いたくましい若者です。いつ聴いてもおとみさんの歌は素晴らしいな。うっとりするほどじゃ。よそ松はいつも独り言を言っては私場へ戻るのでした。旗織りをするおとみと私場へ戻るよそ松はほんの一瞬目と目が合うだけです。でもおとみはよそ松の姿を見つけるといつも心が和んでくるのでした。そんなほんの小さな幸せが続いていたある日のことです。おとみという美しい娘がいるそうな。ぜひ連れてまいれ。おとみの噂を聞いた美濃の国梶田城の殿様が無理を言ってきたのです。わけもわからず殿様の前に召し出されたおとみは不安な面持ちで殿様の言葉を待っておりました。お前がおとみか。ちこうまいれ。おお、美形じゃの。お前は声もきれいじゃと聞いた。旗織歌をぜひ聞かせてくれ。と殿様が言うと、おとみは、お言葉ですが、お殿様。私の歌う歌は旗織歌でございます。この歌は旗織場で歌うもの、ここで歌うことはできませんと答えました。思いがかなわないと知ると殿様は、なんと無礼なやつじゃ。せっかく褒美を取らせようとしたのに。牢へ放り込め。お許しください。おとみは必死に謝りましたが、殿様の怒りは収まりません。とうとうおとみは梶田城の地下牢に閉じ込められてしまいました。おとみが牢に閉じ込められたということはすぐに村中に伝わり、よそ松の耳にも入りました。おとみさんが牢屋へ。そんな。よそ松はもういても立ってもいられませんでした。たった一人で城へ乗り込んでいき、夜の闇に紛れて城内に入り込むと、老婆を倒しておとみを助け出しました。おとみさん、よそ松さん。二人は初めて言葉を交わし、初めて抱き合いました。しかしゆっくりと再会を喜んでいる時間はありません。待て待て、刀や槍を持った
った追っ手が迫ってきます。必死の思いで二人はクリスの対岸の勝山まで逃げてきました。よそ松はこの船で川を渡り二つ岩で待っていてくれ、俺もすぐに行くから、そう言い残すと、おとみを乗せた船を川に押し出し、一人で追っ手に向かっていきました。船に乗ったおとみは二つ岩に着くと、夜がしらじらと明けるまで待っていましたが、よそ松は戻ってきません。おとみはよそ松がもうこの世にはいないのだと思い、よそ松さん、ありがとう。もう一度お目にかかりたかった。さようなら。岩から木曽川に身を投げてしまいました。必死に追ってから逃れ、二つ岩に戻ってきたよそ松はおとみの姿を探しました。でもおとみはどこにもいません。俺の戻りが遅かったから、おとみさんは諦めてしまったのだろう。おとみさんがいないのならもうこの世にいても仕方がない。よそ松もまたおとみの後を追って川へと身を投げたのでした。それ以来二つ岩はおとみ岩と呼ばれ、時折おとみの旗織り歌が聞こえてくるのだ。